おはようございます。釣り場で美味しいもの食べたいですよねっていうことで、前からねちょっと気になっていたこれメスティンね、まあ飯盒みたいな感じですかね。アルミでできたですね、こういったクッカーなんですけども、なんとねここのマーク見てわかるようにダイソーね、ダイソーのメスティンってのが今あるんですね。そんでもって価格が500円ね、1号用なんていう風に書いてありますけど、パッケージから見ていくとこんな感じでね、火力調節いらずの半自動炊飯ということで、こういうねコンパクトバーナーにね、燃料をつけてね着火すると、火が消えたらひっくり返して15分間蒸らすだけで美味しいご飯ができますっていう。これはね、もうちゃんとしたね、まあ、これちゃんとしてないわけじゃないと思うんですけど、メスティンを買おうなんて思ってね、ネットで見ていたら何やらダイソーのメスティンっていうのがあるぞっていうことでね、早速手に入れてみたんですけど、じゃあね開封していきたいと思います。まあご飯が炊けるよっていうね、こういうものですね。はい、出てきました。ね、しっかりしてる感じがね、カチッとしてますよ。でこれを出すと、はい、こんな感じね。はか、おー、説明書がついていてね、こんな感じで蓋と本体がね、あります。で、説明書をね、見てみると、炊く前に米を研ぎ、米の量に応じた水を入れて15分から30分ほど吸水させます。しっかり吸水させることでふっくらしたご飯が炊き上がりますね。いきなり釣り場に持って行ってね、失敗しちゃうとあれなんで、一回ね炊いてみようかななんて思うんですけど、要はこういうね固形燃料、これでこう火つけて、それで、放っておくと半自動炊飯でお米が炊けちゃうよって、こういう便利グッズなんですよね。でよくあるのが、まあここら辺バリを取らないとちょっとね引っかかったりして危ないよなんていうことなんですけども、今ねパッと触った感じは、バリもないし、すごいね、いい作りだなぁなんていうふうに思いますが、どうなんでしょうか。はい。で、お米炊く前にやっといたらいいよっていうのをね、ネットで調べてきまして、米の研ぎ汁でこれグツグツ煮るとですね、なんか、お米がひっつきにくくなったりしていいよっていうのがあったので、まずね、早速そこら辺からやっていこうかなぁなんていうふうに思いますよ。はい、これまずねお米はね1合用意したんで、まあこれ洗いながらね、まあ1合入れるとこんな感じなんで、これねまあちょっと洗いながら研ぎ汁を作ってっていうね、そんなことやってみたいと思いますね。はい、ちょっとね1合のお米を洗いつつ研ぎ汁が準備できたので、じゃあねこれでね、早速これをねグツグツ煮ていきたいと思います。つかりきらない。まあなんとかうまいことやろうと思いますけども、はい、こんな感じで、しばらくグツグツと煮ていきたいと思います。どうだ、いいんじゃないですかね。じゃあこれでね、しばらく沸かして、なんだろう、米の研ぎ汁で、煮てシーズニングしていきます。はい、米の研ぎ汁でグツグツ煮ております。はい、お米の研ぎ汁でね、しばらく煮てね準備完了っていうことで、早速ねじゃあねお米もね準備したので炊いていきたいと思いますが、ミニ焚き火台ね、
これをね、車の中に置いてきちゃったので、こんなのを使って、炊いていこうかななんていうふうに思いますけども、はい、そうしたらですね、まずはこれ1合のお米ですね。これだーっとね入れて、はい、で、通常のメスティンだとここのリベットにね合わせてっていう感じなんですけども、そういうことではないみたいな、米1合だからだいたい 200cc ね、どんぐらいかな、こんなもんかな目分量でいきたいと思いますよ。ちょっとね固めが好きなんで少なめに入れてみました。で、30分間ねこれ水に浸してお米に水をね吸わせて、それからね飯盒開始っていうことなんで、これでねまたしばらく待ちたいと思います。はい、30分ほどね水を吸わせてみました、お米にね。はい、水の量はねちょっと目分量でやっちゃったんですけど、まあこんな感じかなってことで、じゃあね、早速、炊飯していこうと思うんですけど、これね 25g の、固形燃料ですね、これを置いて、で重し代わりにねこれ、大好きなですね、チキンとタイカレーっていうことでね、こういうものをね準備してみたんで、まあ、これをねちょっと重し代わりにしていこうかななんて思います。はい、じゃあね早速ね、こういったロックなねやつで、炊飯開始したいと思います。センターに置いて、どうしようか、蓋して、はい、着火、はい、火つきましたね、はい、火つきました。これにこう真ん中あたりに乗せて重しして、はい、準備完了。はい、固形燃料がすべて燃え尽きました。でね、この後なんですけども、こういうね、布でこうボディをくるんでですね、ね、で逆さまにしてね、はい、これでねまた、15分ぐらい蒸らします。逆さまにするのがねポイントっていうことで、はい、じゃあね、あ、いい感じいい感じ、もうしばし待って開けていきたいと思います。はい、15分ほど蒸らしてみました。じゃあね早速開封していきたいと思います。よいしょ、あちちちち、まだ熱々ですよ入れ物は。はい、じゃあね早速、おおおお、米が立ってる、これ艶やかな、こんな簡単に、嘘、いやそういうことがやりたくてやってるんですけども、あーいい匂い、で下の方はどうかな、あーもうね焦げ付きとかもなくね、すんごいしっかりお米が炊けてる、この感じ、まあちょっとね今一口食べてみますね、いただきます。あーうまっ、へー、あーダイソーすげーな、これ水の分量はなんかね結構適当にいったんですけど、ほんと自分の好きな炊け具合に仕上がっております。なんつうのかな、芯もないし、ほんと艶やかに米が立ってる、そんな状態です。あ、米うめえ、もうこれだけでガンガンいけちゃいますね。あーうまい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 、そうこの感じね、
この感じを釣り場で気軽にできたらいいなと思って、そんでもってやってみたんですけど、ちょっと思いのほか大成功って感じで、ああもう米だけで美味しくてどんどんいけちゃう。ね、いちごバッチリ炊けてます。あ、止まんない、うまい。うん、あ、そうね、そんでこれね、一緒に温めていた、タイカレー、これもね、ちょっと待ってたんですけど、もうまだね全然冷めてないので、いや、こっちもね開封していきますね。おいしょ、どれよいしょよいしょ、はいね、まあこういう缶詰だったら釣り場に持ってっても楽ちんかなと思って、じゃあねこれをかけて、よいしょ、あー、いい香りね、こんな感じで、はい、カレー、あ、ちょっとくっ、あ、美味しいね、稲葉のタイカレーをかけて、ちょっとね、固めにね、ご飯も仕上がってたんで、じゃあ、これでいただきます。あ、これうわ、辛っ。釣り場でこの感じで食えたら、マジ最高だな、これ。うまい、これはマジでうまい。あー、これちょっとしばらく今年のね、まあでもね、ちょっと水を吸い込ませるとか、あと安定した場所に1時間ぐらいいなきゃいけないとかね、そこら辺はありますけども、バッチリ美味しいね、お米が炊けて、こういうお弁当が食べれるようになるってことで、うん、止まんない。うん、まあちょっとね、美味しいバッチリっていうところで、こういう感じね、ダイソーからこうメスティンハンドル付きって、こういうパッケージに入ってですね、なかなかね今人気で買いづらいみたいなんですけども、俺運よく買えたんですけどね、ご飯炊く以外にもこういう炒め物に、煮込み料理に、小物の収納に、なんていう感じでね、これとちょっとしたミニ鉄板なんか持って行って、釣り場で焼肉でもしながらね、美味しいご飯を食う、こんな作戦なんかもね実行できるんじゃないかなっていうことで、夢は広がりますが、まあちょっと美味しいんでね、どんどん行っちゃいますけど、うん、美味しい、マジで。うん、そこの方もね、そんなもう全然焦げついたりせずにね、いい感じでね、うん、で、こういうね、まあ食べながらなんですけども、このダイソーから出ているね、メスティね、使ってみたら、お米がですね美味しく炊けて、まあ家なんですけどね、これは釣り場弁当なんかにもバッチリなんじゃないかなってね、そういうのが、見えてきましたということで、美味しくこれをいただきながら、お別れしたいと思います。はい、釣り子TV でした。止まんない。